北海道の人さんと電車さん、何年ぶり？まあまあ運転してるよ。はい、おはようございます。今ですね、6時57分、室温がね 20.1 度、湿度が 65% です。で、天気もね回復してて、晴れてます。で、風もねもう止みましたので、だいぶね静かな朝になってます。今日ね先にいろいろとね排水関係とかね処理しなきゃいけないので、それもしてから出発したいと思います。外はこんな感じですね。晴れてる。はい、はい、今ですね出発しました。予定通りゴミの処理とね水道の排水、それから、ね、ダンプももう処理できたので、これでねとりあえずリセットできました。もうあとは、ね、家までこのままです。今日はこの後一旦この辺でコインランドリーとか探したんですけど、ちょっとね近くにないみたいで、旭川の方に向けて少し走ります。で、その道中の中で、コインランドリーがね多分どっかにあると思うんで、まあ、そこに寄って、でそれからですね、まあ、洗濯だけしてご飯食べたりとかしようかなと思ってます。その間に着いたら風もなくなり、そう天気も良くなったんでドライブ日和じゃん。昨日はねまだこの辺も風が強かったんで、だいぶ荒れ地でしたけど、異常なまでの風の強さだった、今日は大丈夫そうかな。ね、あそこにも道の駅あった、中川道の駅。ついにママが運転する日が来ました。来ました。この北海道なら行けるだろうっていう、こんなもんでいいや。はいはい、こんなもん幅が大丈夫大丈夫、難しいです。普通車じゃないから、普通車は運転まあしないけど。ママボンちゃんデビュー、ちょっと緊張するよね。普段運転しない車運転っていうか、普通車も運転しないのにさ、こんな運転怖いよ。はい、頑張って、まあ、トンネルも貴重なんで一応取っておきますか。でもまあでも北海道はね道幅がね広いんでね、まだ走りやすいかな、トンネルも、まあまあ、後ろの人も勝手に抜かすでしょ、基本的にそんなに道が細いってとこがないんですよ ね北海道は。いや北海道虫でか、虫すごいよ。何年ぶりの運転だろう。いやマジそうじゃない、何年ぶり。じゃあママも免許を持ってんだよ。こんな感じですね、北海道の道路こんな感じです。うーちゃん並みに手汗かいちゃうんだけど、川流れてます。風とかは、ね、ほとんどないです。いやすごいね。そう、残念ながらうーちゃんは後ろでチャイルドシートつけて座ってます。だから見えない。ママがいつにもなく真面目な姿なの。ママも運転する日ももうないんじゃない、北海道でのみ見られる光景、奇跡じゃない。運転大丈夫、まあまあ、こんなもん。でも高いからボンちゃん見やすいは見やすいんだけど、幅がちょっとなんかほら気になる。すごいずっとね川がずっと流れてる。楽しそうだね。パパあんまりないから。ボンちゃんもそうだけど、カービィでも運転してないからさ。そうね、カービィ駐車場で終わったから。駐車場で小江で終わってさ、それであれこれだよ。でも確かにボンちゃんパワーあるかもしれない。ちょっとしか踏んでない。そう、ボンちゃん意外とパワーあるから、そんなにがっつり走らなくてもいける。ロイちゃん、ママの運転どう。パパの方がマシ。ちょっと怖いんじゃない。あー怖かった。よー、交代。もう十分です。運転手交代です。
まあまあ、まっすぐ運転する分にはいいんだけどさ、なんか駐車とかさ、やだ、バック気持ちよかったけど、ヒヤヒヤするね、やらないことやると。はい、ということで、ここからパパの運転でまだまだ続いていきます。はい、いやあと40キロぐらいか、なんやな。ママ5キロ運転したから。5キロなんか誤差範囲や。ママ5キロ運転したから、ちょっとは手伝ってあげたよ、5キロ分。わあ、景色いいね。コインランドリー行くためだけに先が長い。名寄論に到着です。多分到着、あともう2キロぐらいのところで、コインランドリーね、見つけてます。はい、ということでね、まずはコインランドリー行って、でコインランドリーかけてる間にご飯行こうかなと思っております。はい、ということでね、雪質日本一というどでかい看板があった名寄市です。サラサラなのかしら、雪降ってるとどんな感じなんだろう、この辺雪が。そう、なんか街の脇というのかな、メイン道路のちょっと端っこら辺に雪がすごい溜まってる。これね、この辺住んでる人は普通だろうけどね、うん、なんか雪国にいない私たちからしたらなんか不思議な光景。5月なのにまだ雪があるんだって。うん、残ってることが不思議な光景。これだ、はい、今ですね、コインランドリーしてる間にご飯を食べに来ました。三つ星食堂っていうのを読むのかな、結構駅前だけど駐車場があるとね。あ、おち、ジンギスカン定食、パパのホテルどう、ジンギスカン、おいしい。おめちゃん、ジンギスカン好きに。今ですね、あの北海道の市長さんとお会いできたので、ハイエースで来られたみたいです。梅ちゃんはもう子供タイプです。はい、そしたら今ね、出発しました。さっきまでですね、北海道のね、市長さんと実はちょっとお会いしてまして、まあ、たまたまね、僕らが北海道に来てるというのを知って、まあ、なんとなくこの辺にいるだろうということで来てくれたみたいで、あのご家族でね、本当に楽しい時間をありがとうございました。ありがとうございました。ふいちゃんもね、子供と遊ぶ方が楽しいみたいで、まあ、終始楽しそうに遊んでました。お土産もね、ちょっといただいちゃって、また日本酒とかね、また夜ね、紹介させてもらおうかなと思っております。なかなかね、こうやってあの北海道の方と会う機会っていうのはもうそうそうないよね。ないね。そうそうないというか初めてかな、北海道で北海道の人と会うのは。本当にね、すごいこっちの話とかも聞けて、いろんな話できて楽しかったです。本当にこういう機会がね、もっとあればいいんですけど、なかなかね、僕らも北海道にも来れないですし、なかなかね、こうやって会うこともないので、すごいね、貴重な時間でしたが、僕らも、ね、すごく楽しめました。はい、で今日はですね、こっから旭川の方にちょっとどんどんね向かっていきます。道中ね、ちょっとね、うーちゃんが遊べそうなところがありそうなので、そこだけねちょっと寄ろうかなと思ってます。で、もう今日はね、もともとの目的の水のリセットとかダンプのリセット、それからね洗濯物も全て終わったので、まあ一応ねミッションコンプリートというか、あとはねのんびり行こうかなと思います。道の駅名寄にちょっと寄り道します。名寄、めっちゃバイ、これ見せて、めっちゃバイ、めっちゃバイ、シェイクみたいな、バナナって感じ。めっちゃバナナ、あ、美味しいよ。あと大福、ソフト大福、バイキングのやつやってきました。あとシュークリーム。はい、今ですね、道の駅名寄行ってきました。でパパがどうしてもやりたいやりたいって言った大福、6個だけの控えめなやつですけど、もっとでっかいパックの人だ、大丈夫です、パパしか食べないっていう、もうね、ちょっとやりたかったんでやってきました。あとシュークリームとチーズケーキ、チーズケーキとバナナジュース、めっちゃバナナ、切りバナナジュースも買ってきて、ちょっと休憩しました。で、ここからですね、世界の羊館だったかなにね、今から向かっていきたいと思います。
起きるジンギスカンだったんだよな。他のメイメイたちに怒られる。はい、あとですね2キロぐらいで世界の綿羊館というところに着きます。まあ多分ねメイメイちゃんばっかり羊ばっかりいる場所だと思う。あれかこれや、この看板見てたね。満天の星の丘とかいとかある。おいちょん、よし、おお上やな。バーベキューハウスとかあるよ。パパ到着です。ほらうちゃんめっちゃめいめい言っとるで。人間がめいめい言っとる。なんだろうね、あれだよ。14時半。14時じゃない。めいめいいっぱいいるだ。おおいちゃんすごい、メイメイいっぱいいる。向こうにもいるよ、ほら。めちゃくちゃうまそう。ああ見て、こっちのメイメイでかいよ。手であげてもいいけど、この中に入れてもいいよ。あ、ほら食べきて、ほらほらほら、ここであげてごらん。あ、ほらほら食べきて。みちゃん見て、このめいめいかわいい。ほら、ほら、なんか食べたぞ、シロ。シロじゃん。好きなだけ食べていいんだよ。ほんとだ。さあ、見てもいいですよ。あ、こっち向かって。今慣れてない。え、かわいい、食べてるの。毛が長いのかな。体を思う。あ、すごいね、いっぱい来た。コリコリで。オーストラリアのメイメイ。あ、見てほら、モサモサしてる。メイメイさん。びっくりした。このメイメイは触っちゃダメらしい。角があるからじゃない。うん、今日はご機嫌だな。餌をあげてもいいですよ。このめいめいちゃん怒ってる。何？何が？こっちでさ、めいめい。本当だ。じゃあちっちゃいめいめい。うん。どうするの？はい、今ですね、世界の綿羊館、綿羊館。わかんな。行ってきました。いろんな羊さんがいた。めっちゃめいめい言ってるね。面白いの。嘘かのようなめいめい声で。初めて羊に手で食べさせたかも。うん、でもいろんな羊って面白かったよ。うん、で、今日はねこれからですね、今もう3時ぐらいなんですけど、すぐ近くにですね日帰り温泉があったので、そこにね行こうかなと思います。美しの湯。でその後に今日は旭川まで走ろうかなって感じですね。うん、おおおおお、時折すごい道がある。さあもう温泉、もう到着かな。この西条って何なの。スーパーかな。割となんか大きめなスーパーだよ。うん、焼肉あれだ。やっぱグリップ回らない。これだ、これ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 。お風呂、外あんのかな。ありそうだったよ。行こう。全部ママが手を持たせて、もう失礼な時間ですね。バイバイ。はい、車の中でドライヤー中です。髪乾かしたら移動します。今ですね、温泉の方に行ってきました。今日はねこれからですね旭川の方に向けて、まあ、1時間弱くらい切ります。はあ、さっぱりした。あれ今何時。あ、5時。到着が6時ぐらいかな。はい、なのでもう今日はねあとはゆっくり過ごします。今ですね、旭川の方に向けて走ってるんですけども、結構ねもう見慣れてきたこういう景色があと
数日で終わると思うとなかなか寂しい。今日が金曜日なんで、あと土日で最終日月曜日ですね。月曜日はねもう夕方フェリー乗っちゃうんで、まあ、実質あと2日間ぐらい。まるっとね。まるっとは2日間。ただ北海道ねキャンピングカーで、まあ、旅される方、まあ、またこれから旅しようと思ってる方にすごいやっぱおすすめだなと思うのは、ゆっくりでなんか下道走ってる方が普段見ないような景色が広がってるんで、こういうのをなんか見ながら走る旅っていうのもなかなかできないんで、北海道のいいところなのかなと思います。はい、さあね、もう間もなくね到着になります。ざっくりやっぱ1時間ぐらいかな走りました、ね、とりあえずねあと 600m、 うん、500m ぐらい。お疲れ様でした。 やってること変わんないからいいんだよ。斜めっくす、本当だね、結構斜めっくすだね。はい、今到着して今日の洗濯物を畳んでいる最中です。ふみちゃんはここでおとなしく座っております。ママに動くなって言われてるから。ということで無事に到着です。到着です。ゴロゴロしてやぜ。今日は焼肉です。今日はですねこいつを使います。タフマルでかい。そう、この度2回目のタフマル、はい、よし。今日はもうデカマルと、あとねこちらキャンプでよく使うマルチグリドル28センチ。どっちにしよう。このタフマルであればマルチグリドルが使えます。タフマルジュニアだとちっちゃくて使えないんですけど、ガスがね当たっちゃうんで輻射熱でね発熱しちゃうんで。どうしたのみちゃん。アヒージョのこと忘れてショック受けた。そうだね。じゃあみちゃん明日忘れないで言っといて。あ、エイヒレとか買ってくればよかったね。いや、エイヒレやらなくていいから。さ、エイヒレだったらさ、こんなのピョンって投げたらさ、やめて。いや、ピョンできないからさ。ウインナーとかないの？目の前にさ、ローソンあるから買ってくる。ウインナー食べる？食べる。ね、グリドルでやろうか。はい、ふみちゃんは自分のオレンジカルピスを作ります。いきます。どうぞ。もうちょっと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 よ。オッケー。これくらい？うん。飲んでみるね。うん。あんまりです。え？コンジュースとかああいう系の方がよかった。かき混ぜてないから。もうちょっとカルピス入れる。カルピス？うん。もう一回入れるの？オレンジの量が多かったの。多分あれ存在感強いな。これもまたでけえな。味見をこれでします。もうちょっとかな。なんかカルピスカルピスしてるのか。はい、こちらですね、宗谷岬ワイフ。これどこで買ったのっけ。わかないか。なかなかいいお値段なんですよ。まあうちはあんまりねお肉大量に食べないんでちょっとでいいんで買ってきました。今日はねこれがメインです。はい、今日のね焼肉スタイルはマルチグリドル焼肉です。なんでこれね北海道では珍しいローソンで買ってきたウィンナーです。ローソンウィンナーです。セコマとセブン、まあ、ほぼセコマしかないのに奇跡的にね今ローソンがあって買ってきました。じゃあ今日もねこちら札幌クラシックでいきます。よし、じゃあウィンナーも乾杯しましょう。オレンジカルピス。乾杯しよう。乾杯しよう。はい、乾杯。ウィンちゃんも乾杯。次に今ウィンちゃんのウィンナー焼いちゃうから、お米うん。日本酒飲みます。今日も飲むの。はい、今日もね福塚さんもうねあんまね使って。今日はサロマコさんのウニです。ウニと日本酒だね。破壊力半端ない。あ、でもやっぱグリドルぴったりだね、これでやると。おーちゃん、ご飯だけ食べちゃった。パパ、今日は葉っぱにぐるぐる巻いて食べた。うん、じゃあそれだけまずやってごらん。もうお肉もいいよ。今日ね、お肉は場にくるんで食います。食べるのかしら。うん、これに
ケチャップとかあったら美味しそうなんだよね。どこだから。ホットドッグじゃん。あんまり油捨てないから食べやすい、ね、うん、サラダとキムチがいいんだよ。サンチェか。今回ですね、もう旅も終盤。僕らも結構北海道はあちこち行ったけど、みんなに聞いてみようか。はい、ということで今日のコメントテーマは、北海道といえば何を思い浮かべるか。もう旅も終盤になって、今この話題を聞くのもあれなんですけど、北海道といえば皆さんの中でこれやなみたいなっていうのを一つぜひ教えてください。ちなみに僕らは食べ物か。そうね、食べ物でやっぱ一番最初にパッて浮かんだのがジンギスカンだよね。多分普段食べないからこそ余計にだよね、うん、北海道といえばジンギスカンっていうイメージがあって、それであの旅の出発前にジンギスカン鍋買うの忘れたっていうとんでもないことが発覚してあたふたしてたんですけど、でもすぐ買ったもんね、うん、来て一回ジンギスカンやって、実はねもう一セット用意したんだよね。そう、冷凍物なんですけど買っています。ただどうせなら、まあ、あのこの後ね旭川とか富良野行くんで、どっかお店でね一回食べようかって話をしてて、焼いたやつね自分でね。だからすごいイメージとしてやっぱジンギスカンのイメージが強くて、まあもちろんね他にもね、けど、まあでもやっぱお互いパッと浮かんだのはジンギスカンです。ジンギスカン。なのでぜひね皆さんが思う北海道といえばこれでしょっていう、もちろん道民の方も含めて。ホタテとかあるのかな。ホタテも結構売ってたじゃん。そうだね、ホタテ勢もいるから、うん、ホタテもうまかったね。でもカニ、カニ食べないからダメなのかな。カニは食べないから、ね、カニは 送ったけどね、わかんないからね。皆さんが思う北海道はこれやっていうのを教えていただければ、またそれにねまつわるね思い出とかもしあればぜひねそれも添えて教えて、コメント欄で教えていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや結局ウニ全部食べたね。普通にうまかった。しかも安い、1800円、税込み2000円ぐらい。クラはねあれだったね、ちょっとここのいくらみたいなやつ買えなかったね。ウニもでも大人になってからだな食べるようになって。昔なんかウニって何が美味しいのか分かんなかったの。ウニは岩手も美味しいみたいだから、ちょっと岩手行くのが楽しみだ な、 うな、ちょっとね種類が違うと思うけど。ホタテも美味しかったよね、うん、北海道が、うん、あんまちょっと今回の旅ではホタテホタテっていうのはあれだったけど、 うちの肉はマジこんなもんで十分だね、うん、ちょっとこれでも最後残ったなって感じだった。パパにも1本ちょうだい。ドゥンドゥン、おおお。こちらですね、今日そのお会いした方からいただいた十勝バレという日本酒です。純米吟醸。いやーこれ良さそうですね。見るからに良さそう。早速ねいただいた日本酒を飲もうという。なんか普段ご本人たちはあんまり日本酒を飲まれない。あ、そう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 。なんだけど、そのまあ地元というか自分のところの日本酒を持ってきましたって言ってくれて、もう会えるかもわからないのに日本酒をとりあえず買って持ってきてくれるっていう、ま、ね、地酒を。そう、もう本当にねすごい嬉しいですね。ありがたい。もう魔法使いじゃん。なんかもう本当にね会えるかもわからなかったんですけどって言ってすごい嬉しいです。でまあウイちゃんもねすぐ遊んでもらって、ほんとほんと遊べるよ、ね、今日いただいたばっかりのお酒ですけど、ちょっともう早速飲もうかなと思ってます。いただきます。いただきます。ほんとね、ちょうど今日ね、もう日本酒なくなる予定だったんで。もうなくなりました。まあんまなくなっちゃったんだけど、もともと買う予定だったんで。パパが前半潰れてたから全然お酒のスピードが進まず、まあまあまあしか飲めてないじゃん、この量、うん、すごい、あれだね、テッカテカしてるカルパスなんで。テッカテカと言えばカルパスやん。ママはちょっとあのおやつカルパスでいいな。ちょっと開けね。パパにも一本ね。っていうすごいテッカテカしてるねこれ。でしょ、テカ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 。いただきます。トカチ酒文化再現プロジェクト。なんか香り的には結構さっぱりしてそんな匂いするよ。あ、そう、ありがとうございます。いただきます。いただきます。乾杯。なあ、いいね、うまい。やや辛口か。いやこれはうまいわ。うーちゃんの大失敗です。え、うーちゃんの大失敗だ。パパたち大成功みたいな。じゃあおやつカルパス出してあげたら。おやつカルパスにする。はい、じゃあうーちゃんもねこっちに買います。おやつカルパス箱で買いました。パパ全部食べて。辛い、うん、油っこい。違うんだ、違う違う。ねちょっとしてる。油っこいんじゃないの、うん、
いや、わかる。うーちゃんが言いたいことわかる、これ。だから、ネトッとしてて、アルブラっこいんでしょ。うん、やっぱスカルパスが一番美味しいじゃん。でも、これはこれでうまい。辛口すぎなくて、さっぱりして飲みやすい。ご飯もいいね、これは。うん、いや、早速、開けちゃうという、飲んじゃうという。あ、うまい。今日なのか昨日なのかわかんないけどさあ、なんか夢の中でうーちゃん落ちるような感じしてたの。それさ、落ちてるとさ、うってなるやつじゃないの。そうそうそう、なった。うん、なんなかった。怖いって、いいお酒。こう言った瞬間に目を開けたら、あーよかったーだって。すごいね、逆に起きれたんだ。あー、ママもう少なくなってる、やばい。そうだよ、どうしよう、回収。回収された。やべ、買いすぎなんだ。そもそも買いすぎなんだよ。何なのこの量。こちらですね、今日道の駅名寄で買った大福、たった6個ですけど、もう買ってる人はね、もうめちゃめちゃでかいから。倒れちゃう。バイキング形式っていうんですかね、いっぱいあのこれに詰めて買う人もいるんですけど、うちはね、たったの6個だけです。たったの、たったの。みんなすごい量買ってたよ。ママ3個で十分だと思ってたの。あ、でも入ってんの？いちごあんだよ。ねえ、これさ、いちごの中に本当に入ってんの？ぶどう食べます。ママは、いちごが入ってるいちご大福だったら買ってきていいよって言ったの。目の前にこうやってさ、大福の上にいちごピッて乗ってるやつあったのにさ。仕方してきたさ。ほんと、視野が狭い。それ、なんで無視するの？あんだけ大福の上にイチゴポンって乗ったやつあったのに。今日はコインランドリーで敷きパッドも洗ってきたからキレキレだよ。今回長旅なんで、こちらもちょっとお邪魔です。お邪魔。降りてきたうーちゃんず。はい、もう時間は9時、いやもう10時になるところなんですが、パパも寝ているので、ほぼベッドもできたので寝たいと思います。明日早めに起きて行動しようと思います。ではおやすみなさい。でっかいよ。かわいい。何で寝れてんだろう。キツネだ。キツネか、すごいね。こっち側はそういうことね。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンも押したら、じゃあまたね、バイバイ。